皆様、お疲れ様です。ヤンバルクイナの庭へお越しいただきありがとうございます。本日の解説テーマはこちらだぜ。日本が世界に誇れることといえば、水道の水を飲めるということだな。科学技術とかも誇ってたのにね。しかしながら、水道水の水質は地域によって差があるわけだ。そんなに変わるものなの？日本の水道水には、安全検査項目が多く設定されており、ある程度同じ水が出てくるわけだが、水源の環境とか浄水場の設備とかで水質や美味しさが変わってくるようだぜ。確かに、山奥の湧き水とかを水源としている方が美味しそうだね。それじゃあ、ランキングの方に参るぞ。第10位、秋田県。秋田の美味しいお酒やお米のベースになっているのが秋田の湧き水。秋田のお酒が美味しいっていうのは聞いたことがあるわね。白神山地や和賀山海、鳥海山などの名峰の恵みである湧き水は、農業や酒造りで使われるのはもちろん、生活水として使用されるぜ。そう聞くと、10位からかなり贅沢ね。環境省による名水百選では、湯沢市の力水や三ヶ星の元滝伏流水など、4カ所が選ばれてるぜ。第9位、青森県。名水百選には、十和田市の沼袋の水や弘前市の富田の清水など、5カ所が選ばれているぜ。青森市の水道水には、八甲田連峰の前岳を源とする横内川の水が使用されており、1984年には横内浄水場の水が厚生省の美味しい水研究会によって、日本一美味しい水に選ばれたこともあるそうだ。これを記念し、日本一美味しい水のモニュメントが青森駅近くにある、ホテルジャルシティ青森の前に設置されたぞ。日本一にもなったことのある水道水か。第8位、岐阜県。岐阜は古来より飛山農水と言われており、豊かな山や自然からもたらされた水が、農作業や生活水として使われているそうだ。名水百選には、長良川中流域や和良川、養老の滝菊水泉など7カ所が選定されているほか、岐阜県の名水50選を独自に定めるなど、名水が多数存在しているぞ。独自で作れるほど、水源が豊富なのね。また、和農地町で使用されている水道水をペットボトルに詰めたものを、岐阜和農地新人水と命名し、販売しているぜ。第7位、北海道。雄大な大自然が広がる北海道では、名水百選に虻田郡京極町の羊ひづめの吹き出し流水、上川郡東川町の大雪朝日岳源水など、5カ所が選ばれているぜ。広い割には少ないかな。これらの水源の中にはペットボトルに詰めたミネラルウォーターとしても、販売されているものもあり、手軽に名水を味わうこともできるぞ。また、苫小牧市や釧路市、帯広市などの自治体では、水道水をペットボトルに、詰めて販売を行っているぜ。北海道の水はミネラルウォーターでも水道水でも味わえるのね。第6位、山梨県。富士山や八ヶ岳、南アルプスなどに囲まれている山梨県は、県土の 78% を森林が占める自然豊かな場所。以前には果樹地面積云々の解説をしたわね。長年かけてろ過された雨や雪解け水が良質な水となるため、ミネラルウォーターの一大生産地にもなっているぜ。確かに、南アルプスの水はよく見かけるわ。そんな山梨では、水の聖地山梨のブランドイメージを目指し、育水の考えのもと、水源林や水質、温泉資源などを保全する活動を積極的に行っているぞ。水の美味しい都道府県になるべくしてなってるのか。名水百選には、甲府市の御岳昇仙峡や北斗市の八ヶ岳南麓高原湧水群など、7カ所が指定されているぜ。第5位、静岡県。名水百選には、安倍川や愛宕川、柿田川湧水群など5カ所が選出。富士山や南アルプス、天城山などに育まれた水が市民の生活を支えるほか、ミネラルウォーターとなって広く使用されているぜ。隣県らしく山梨県と似た感じね。静岡県の水道水は地下水を水源とするものが半数を占めており、天然のフィルターにより、適度なミネラルを含んだ美味しい水を楽しむことができるな。第4位、熊本県。熊本県では、熊本市の水前寺江津湖湧水群や、阿蘇郡南阿蘇村の白川水源など、8カ所が名水百選に選出されているぜ。100分の8が一つの都道府県にあると思うとすごいな。熊本の象徴とも言える阿蘇山は、水を育みやすい環境となっており、
地下に浸透した雨水が天然のフィルターを通して長い時間をかけて磨かれていくわけだ。阿蘇の伏流水とも呼ばれるこの地下水は、熊本県内では水道水の水源としても使われており、特に熊本市では水道水のほとんどを地下水で賄っているそうだ。羨ましいね。市民からはミネラルウォーターより美味しいと評されることもしばしばあるそうだな。第3位、新潟県。名水百選には、村上市の吉祥清水や妙高市の宇多名の清水など、6カ所が選ばれているぜ。豪雪地帯として知られる新潟県は、大量の雪解け水によって名水に恵まれた土地。そのため、新潟県では独自に新潟県の名水を選定し、情報発信などの活動を通して、水を大切な資源として活用しているぞ。米どころだし、お酒も美味しいってことだしね。第2位、長野県。甲信越地方は強いんだな。北アルプスからの雪解け水が豊富に楽しめるのが長野県。名水百選には、飯田市の観音霊水や北安住郡白馬村の姫川源流湧水など、7カ所が選ばれているぜ。中でも、安住のわさび田湧水群は清らかな水が必要不可欠とされるわさび栽培で、使われていることでもおなじみ。精密機器メーカーも綺麗な水を求めて、長野県にあることも多いしね。県内には地下水を水道水の水源としているエリアもあり、美味しい水道水を味わうこともできるな。そして、栄えある第1位が、富山県。富山も全国で有数の降水降雪地域で、特に立山連峰に積もった雪は万年雪となり、長い時間をかけて綺麗な雪解け水となるなど、水資源が豊富な環境。県土の 70% 近くを占める森林が雨水や雪解け水をしっかりとろ過し、美味しい水となり湧き出すぞ。歳月をかけた味がするんだね。名水百選にも南砺市の不動滝の霊水や中新川郡立山町の立山玉戸の湧水など、8カ所が選出されているぜ。熊本と同じく8つという多さね。ランキングは以上だぜ。やっぱり山の多い地域とか豪雪地帯の水が美味しいんだね。本日の動画はここで終了いたします。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。